凡人以上に天才殺してますよ。情報をあのクローズにして経営者情報を公開した瞬間に頭いい人たくさん会社の中にいるんでアイデアがブワー出てきます。僕入社式の時みんなに言うんです。僕が一番最初にやらないといけないことは君たちを早く辞めてもらえるようにすること。辞めれるようになったみんながそれでもいいから最後に働きたいって言ってくれるような会社にするっていうのはそれは経営の役割だし、まあ、そこは本当に勝負なんだと思う。透明化で嘘がバレるのが今年1年のコンセプトなんじゃないかな。今年の透明化は仕事選び、そのマネージャーってある程度スキルが求められる。全員のことを考えて説明していくっていうのってハードルめっちゃ高い。僕なんかもっと下げたいなと思ってお互いのために効率的に質問する。まあ、言ったら半分責任振ったんですよ。100社100通りの人事制度を増やしていくときに人事責任者としてまず第一の国からやればいいのはアンケートを取らないことですね。僕70人ぐらい毎日雑談したんですよ。3ヶ月間一人一人がチームを作ってんだなっていうのを実感したんですよ、僕リアルに。